いつもご視聴いただきありがとうございます。ウェルネスオーバー50ピカです。今日はだいぶね、ハイライトの色味がちょっと赤くなってきたというか、ここ最近1ヶ月ぐらいですね、カラートリートメントをしてなくて、でだいぶカラートリートメントの色味が落ちてきたので、ちょっと夏なのでね、カラーを遊んでみようかなと思って、インナーカラーみたいな、イヤリングカラーみたいな、ここだけちょっと違う色が明るくしてみようかなと思っています。目先の方に明るくなる感じのバリアージュっぽくしようかなとも思ったんですけど、ちょうどボブなのでインナーカラー可愛いかなと思ってしてみようかなと思っています。この辺がもう地毛なんですよ。で、この間ガツンとね、入れちゃったのが、だいぶこの方が明るくなってしまってて、自分の白髪の多い部分と相まって、結構ね、このエリアがめっちゃ明るいのね。だから、どうせだったらもうこの辺を、そのインナーカラーで明るくして、耳周り、顔周りっていうんですか、この辺だよね。で、ちょっとこう、チラッと見える感じが、今のね、この変な、チャチャチャの金髪じゃなくて、なんか色が見えるようにしようかなと思っています。それではまずちょっと撮っていきます。ちょうどね、ほんとこの辺ないよね。でもここから撮っちゃうと結構上からだから、どうなったら、こう上げた時に結構ここバーってなっちゃうから、もうちょっと控えめにこの辺、はい、こんな感じでブロッキングを取りました、ね、結構もうこの辺ぐらいまで地毛なので、この辺から下でブリーチをつけていきたいと思います。はい、ブリーチはこちらを使っていきます。ウエラのブリーチ、粉のやつです。はい、今回はしっかり手袋をしていきたいと思います。でね、カラーはどのカラーでも、市販のカラーでもそうなんですけど、よーくよーく混ぜてザラザラ感がなく均等に混ざるようにしっかり混ぜましょう。それでは、これだとね結構厚みがあるので、まあ分けて、ね、しっかりホイルをねこうやって切っておくとやりやすいと思います。いきます。塗布量に比例してやっぱり反応していくので、毛先の方を明るくしたいので、毛先にたっぷり塗れるようにしましょう。贅沢に2枚使いしちゃうかな。
はい、それではこんな感じで両方を塗り終わりました。簡単だね。それではこれで20分ほど置いていきたいと思います。はい、20分経ちました。全然ダメだ。やっぱりね、この辺はもう地毛なんだね。すごい変わってるけれども、このこっから下のここは白髪染めをずっとしてるところなので、全然抜けてないですね。やっぱりまだまだ赤みが出てきますよね。これがね、白髪染めの怖さなんですよね。はい、もう一回、あともうちょっと置きます。はい、トータルでね、1時間近く置きました。お、結構いい感じに抜けてきました。お、よきよき。やっぱりこっちはまだちょっとだけ、やっぱり左右でちょっと塗った時間差で置き時間がちょっと変わってきてるな、変わってくるので、後から塗った方がかな。うん、こっちだけちょっとブリーチを取っていきます。なんか濡れたキッチンペーパーでそっと拭き取っていきます。赤いのね、この辺ね。これが、うん、あと5分したらこっちも同じようにしていきます。はい、こんな感じになりました。ちょっとね、シャンプーをしてムラシャンをしていきたいと思います。こっちの方がね、あんまりバツンってなってなかったね。結構馴染んだ感じできちんとグラデーションになってます。こっちの方がちょっとバツンだったね。シャンプーします。はい、シャンプーし終わりました。そう、どうなってますでしょうか。ちょっと見えるね、この辺ね。どうよ。あ、なんかバンってなってるか。バンってなってるかな。バンってなってるかな。ちょっと普通はね、インナーカラーみたいなのって上は黒くてとか他の色で、ここだけ違う、こうちょっと明るくして色が見えるようにする感じなんですけども、
私はハイライトを入れてるので、まあなんかこう他の色もありつつ、ここの辺のブリーチも一緒にここの色と同じ色を全体的にトーナーとして入れていきたいと思います。ここがね、これ見える、ここの色がこう見える感じ、ちょっとガツンってなっちゃったかな、ちょっとガツンって、あ、まあいいっしょ。で、今回はカラープリートメントではなくて、ちゃんとしたトナーカラーを買ってみました。こちらもウェラーなんですけど、トーナー、まあ、ブリーチしたいところに入れるやつです。で、これはね、一応なんかアンモニアとかは使ってないって書いてあるけど、ディベロッパー乳液がいるやつなので、乳液と混ぜて使っていきたいと思います。そしてこれが白髪に対してどうやって入っていくのかっていうのはちょっとわからないので、この辺はまるっきり自分の白髪の部分なので、一応そこにも塗っていくんですけど、それがこの色がこのブリーチした髪と自分の白髪とどう入っていくのかはわからないです。今回試しにやってみる感じです。でね、私ちょっとやっぱり頭皮につきたくないので、根元はちょっと開けながらやっていきたいと思います。それではこちら作っていきます。乳液と1対2だそうです。1対2で混ぜます。これもさっきのブリーチと一緒ですけど、めちゃめちゃよく混ぜます。めちゃめちゃよく混ぜないときちんと発色しないので、めちゃめちゃよく混ぜていきます。こんな感じ、なんか白くなるね。さあ、このパッケージの色になるんでしょうか。今回もしっかりと手袋をしていきたいと思いますね。メイクしたばっかりなので、それでは、なんかちゃっちゃか塗ってっちゃうかな。でもここをね、最初に塗っちゃいたいなと思ったんですよね。だからちょっとここを先に、ディベロッパー使ってるやつだからね、すごい匂いね。今回ね、いろいろカラーをどうしようかなと思って、市販のものとかもね買ってみたんですけど、やっぱりちょっと思ったような感じにならないかなと思って、ディベロッパーを使う、乳液を使う薬剤にしてしまいました。まあね、一回これ入れてしまって、その後もうなんかシルバーカラーのカラートリートメントみたいなのを買ったんですよ。だから一回出た後は、その後はちょっとまたカラートリートメントでちょっとずつ足しながらやっていこうかなと思っています。はい、それではこっちも塗っていきます。今回はハイライトは足してなくて、ハイライトは足してなくて、ここの耳周りのイヤリングカラーだけ足しております。なのでここのね、ハイライトの部分は以前やったやつです。で、このトーナーはね、なんか濡れた紙でやっていいやつなので、ちょっとずつね、色が変わってきてるね。表面だけもう両方やっちゃいます。なんかいい感じの色味に変わってきてる気がする。もうすでにこのね、なんか1ヶ月ぐらいカラートリートメント抜きをしたのは、やっぱりカラートリートメントとかっ
って表面をコーティングする薬剤なんですよね。中に入るっていうよりは表面をコーティングして色を変えるっていう感じなので、なんか他のことをやろうとした時にね、やっぱりそれがバリアみたいになっちゃって全然他の色が入んなくなっちゃうんです。そう、邪魔しちゃうから結構ね、厄介っちゃ厄介なんですよね。だからね、美容室とか行ってもさんざっぱら自分でカラーをしました、カラートリートメントを前やってましたとかってすごい嫌がられると思います。なので本当に履歴は少ない方が、もし美容室にやっぱり最終的に駆け込むっていう場合は本当にね、美容師さん泣かせ、こういうセルフでやっちゃってる人は、まあ私は行かないからいいんですけど、ただ行く人はね、散々自分でやっていろんなものをやるよりはもう家ではこれだけやってますっていう履歴が少ない方がいいと思います。いい感じの色味になってない？好きなんですけど。はい、それでは30分くらい経ったので開けてみます。おお、なんか素敵なミルクティー色になってるんじゃない？こちらも結構いい感じのミルクティーグレーみたいな色になってる、なっている。おお、こんな感じ。全くこの黄身がなくなって、いや、いい感じの色味になってるんじゃないでしょうか。白髪に対してはね、多分あんまり入らないんだよね。そんな感じなので、いい感じにちょっとグラデーションというか混ざる感じに白髪となったんじゃないでしょうか。これフェードしていくともっとグレーっぽくなる予定です。それではちょっと流してみたいと思います。はい、それではどんな感じになったでしょうか。私もね、見てないんです。大丈夫かな。さあ、じゃーん。お、おお、すごい。いい感じのミルクティーじゃない？なんかシルバーじゃないけど、さっきのグレーっぽい色ではないけれども、お、いい感じのなんかミルクティーっぽい感じになってると思います。ちょっと見てみましょう。こんな感じよ。ほら、ちょっとここからね、見える感じで可愛いんじゃない。で、上の前にやったハイライトの明るい部分にも結構こうやってミルクティーがいい感じに、まあ赤ちゃんみたいな変な色味になってたので、すごいいい感じ。こういう色好き。思ったよりはグレーじゃないけれども、でも全然、そりゃね、もともとの私のこの髪の毛に結構赤色がまだね残ってるので、それが取り切れてなかったから、まあ、こういうグレープラス赤みたいな感じ。でもミルクティーっぽくて好き。ほら、こんな感じ。もうちょっとここをうまくなじませられればよかったかな。ここね、
まあ日々勉強ですよ。こっちはうまい感じにこうな馴染んでるね。ここね、なんかもうちょっとここがぐちぐち言ってます。はい、ちょっと乾かしてみたいと思います。謎に椿油を大島椿いただいたのを、ここ最近パサついた髪の毛になってしまったのでこれをつけています。まあね、あんまりつけると本当にグリーシーになっちゃいすぎるので、まあ、濡れた髪に乾かす前にほんとちょっと 2,3 滴やってフォーミングをしてなじませて、で乾かしていきたいと思います。椿油めっちゃ髪の毛にいいからね。はい、乾かしていきます。どうよ、だいぶあのちゃっちゃよりは落ち着いたんじゃないね。えこんな感じです。耳にかけた時とかにこうやってちょっと見えるところが軽い。ちょっとこっちはどうなの。こんな感じ、ちょっと取った時に軽いで、この中もちょっとここもうちょっといったねまだここちょっと赤いね。きちんとしとけばよかった。この辺ちょっと赤いね、足りなかったねここちょっと赤いね。あら、ここ塗り足りなかったかな。まあこの辺がね、すごい私好みのいい感じの色味になったのですごく嬉しいです。そしてなんかこの白髪もうハイライトとうまくなんか馴染んだ感じにさらになって、いい感じでこのねグレーを伸ばしていけるんじゃないでしょうか。ちょっと遊び心を出してみましたこんな感じでまたさらにねグレーヘアを伸ばしていけたらいいなぁと思っております。なんかね途中でね飽きちゃうんだよね。そう、あとそのハイライトの色味とかもね、こうやってトナーを使っていろんな色にチェンジできるので、トナーだったらねそんな白髪染めと違ってずっとステイすることはなくて、やっぱり3週間ぐらいで色がなくなっていってしまうものなので、まあ、カラートリートメントがまあ一番傷まないんですけれども、まあそれじゃなくてもっとしっかりとね色をなじませていきたいっていう時はこういうトナーを使ってみるのもいいかもしれません。ではもしこの動画が参考になったと思ったら、ぜひ高評価ボタンとコメントぜひください。それでは次の動画でお会いしましょう。白髪に関しては 2,3 ヶ月後になると思います。またねこんな感じでちょっとずつ伸ばしていきたいと思っているので、ぜひまたね楽しみにしていてください。それではまた。